長三栄一十月十四日没年不明は、日本の陸上競技選手、登山家、政治家、元坂井港市議会議員、鳥取県最白郡中浜村大佐佐、田新室美、長山義間の長男、長山家は大農家だった、倉吉農学校卒業。大正八年日本体育会主催の第七回全国オリンピックに出場した栄一は、千五百メートル。 4分28秒で、第1位、同タイムの総大、麻生武春と優勝を分け合い、優勝カップを夫受賞した。大正11年、松本秀松と鳥取県で初めて、冬山大戦登山に挑んだ、長山栄一夫婦の墓戦後、村会議員、市会議員などを務めた。墓は、境港市腰野図町の高新町五苑にある。 昭和33年当時の長山栄一の主な肩書は、堺港市会議員、農林水産委員、堺港市体育協会幹事、堺港市農業協裁組合評会などである。学生時代マラソン選手として有名であった。村会議員、農協理事、商工副委員長を歴任、現在前期役職の田米川土地改良区理事を兼任している。趣味は釣り。 写真、スポーツ。住所は、境港市、西野上町。長山家はもともと、足立姓だったが、現時2年、六郎右衛門が、功績不詳ながら、藩主から、長山姓を許されたため、長山を名乗った。父、長山全官。ありがとうございます。